んにちは、マンディアンのゆうぽんです。今日は2回目のお菓子作りです。で、今日は何を作るかというと、豆乳プリンを作っていきます。豆乳はね、女子にはもう大切ですから。美容にもいいって聞くからね、ニキビを減らすみたいな、あと便秘とか。やっぱ結構便秘なんで、最近毎日豆乳飲んでます。で、今回のスイーツもこの豆乳を使うと。じゃあこれ早速作っていきましょう。まずお手手を洗います。洗うの忘れてました。危ないですね。ではまず最初に材料紹介からいきましょうか。無調整豆乳、卵2個、砂糖、バニラエッセンス、黒蜜です。結構少ないね。今回5個しか使えません。ではまず最初にボウルに卵を入れ、泡が立たないように混ぜます。泡立つダメなんですね。かわいい卵ちゃんですね。そしたらは泡を立たないように混ぜるということで、そしたらば混ぜたいと思います。こんなもんかな。ちょっとこれ邪魔ですね。で、触覚なくして頑張りたいと思います。次に砂糖とバニラエッセンスを加え、さらに混ぜ合わせます。だって砂糖が大さじ1です。これですね、大さじ。これを1個、はい。そしてバニラエッセンスが3滴ですね。いい匂い。3滴入れます。1、2、3、はい。じゃあ混ぜます。はい、混ぜたら、あ、ばあ。無調整豆乳を静かに加え混ぜ合わせます。静かにですよ。これはですね、これ1本です。 200ml です。これ 200ml あたりって書いてあるので、これで多分十分だと思います。入れます。はい、OK で混ぜます。美味しそう。では続いてザルを使います。こうやって置きまして、上からね、じゃーっとこっちに移すみたいです。はい、 OK です。ほら、こうやって卵のあのトゥルントゥルンなところが取り除かれるんですね。そっか、プリンはこういうのいらないんだね。へえ、いいザラ、いい役目してんじゃん、ザラ。そしたらここに早速も入れちゃうと。超簡単じゃない？では入れていきます。はい。そう、もうね、いい匂いがすんだよね。バニラエッセンスの香りかな。多分ね、プリンは膨れ上がることはないから、どんどん入れてって。いや、もうプリン大好きだからやばいわ。はい、ぴったりです。分量通りだから。で、このように入れ終わったらばサランラップですね。これなんか1個ずつこうかけるみたいですね。この中にもさらっとやるみたいですね。ふんわりとラップをしますって書いてあるから、ほんときっちりやんなくていいってことだ。かぶせるだけでいいんだよ多分。で、サランラップができたら、500ワットのレンジで2分半加熱し、様子を見ながら30秒ずつ加熱します。2分半だね、2分半、500ワットで。バイバイ。で、500ワット
で2分半待ちます。特に2分半加熱してちょっとポフッとなったので、ちょっと様子を見ながら30秒ずつ加熱していきます。怖いな、爆発ポワーンってなったら嫌だね。何かあったらすぐ取り消し押してあげるからね。どうなってんの今、大丈夫？これこの子特に大丈夫？どうだろう。お、固まってるよみんな。すごっ。プリンのようにプルプルってなってる。プリンですから。はい。ではね、このまま粗熱を取っていきます。多分大体冷めたので冷蔵庫で1時間冷やします。またさらに1時間。はいと、約1時間待ちましょう。はい、ということで1時間が経ちました。やっとプリンが食べれます。出しましょう。完成です。まだ完成じゃないです。まあね、このように水滴がついてるんですけども、気にしないでください。取って、あら、いっぱい汗かいて、どうしちゃったの。で、この上にこの黒蜜をかけます。なんかね、見てみると大さじ2って書いてあったんですけど、まあ自分の好きなようにつけようかなと思って。黒蜜とかそういうのはまあ、いや好みですから。なのでお好みに合わせて入れてください。うわ、やばい、美味しそう。ゆうぽんプリン大好きだからたまんないね。はい、どう？どう？これ結構うまくできたんじゃない？では早速あっちに行って食べます。ということで食べていきます。いただきます。はい、いただきます。ちょっと硬いね。うん、おいしい。なんか上の部分結構硬めだけど、中がすごいプルプルしてます。甘さはね、ちょっと黒蜜が甘いかなって感じだけど、それプリン自体はそこまで甘くない。なんかね、プリンっていうよりかプリンじゃないんだよね、味は。やっぱ豆乳が入ってるから、その味がちょっと薄めなんだよね。だからプリンと思って食べない方がいいです。正直ね、プリンと思って食べたから味薄そうってなったもん。黒蜜の味しかしない。無調整の豆乳だから、もっと味が薄いなと思う。で、あとは、卵の味がちょっと強いかな。卵。卵がちょっと強い。だってあの中でさ、一番味どれがするかって言ったら卵だよね。なんかね、プリンではないですね、味は。よくコンビニとかに売ってる焼きプリンとか、そういうプリンの味はしないので、気をつけてください。薄い味が好きな人とか、その豆乳とか好きな方とか、まあ、卵の味がするプリンとか好きな方は、結構好みかなって思います。あと、黒蜜とか、あんみつとか好きな方とかは、結構、美味しいって言うと思います。あんみつ、こうやってちゃんと食べたの初めてだったから、びっくりしちゃいました。ということで、ぜひよかったら皆さんも、このね、豆乳プリンを作ってみてください。またね、この前紹介した、オレオのマフィン、作ってくれてありがとうございます。ツイッター見ました。ぜひまたよかったら、この豆乳プリン作ってみてください。結構お肌にもいいと思うので。ではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、NineLove、TikTok の方もフォローよろっぽんです。では、おつぽん！
プリ